主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ誌、技術誌、交通誌各国の交通誌日本の交通誌街道、石書新居赤書、歌川広重、東海道53時、荒井新居石書新居石書は、江戸時代の東海道の石書の一つ。現在、静岡県湖西市荒井町新居に相当する。正式名称が今切れ石書である。 五街道の中でも最も往来の多かった東海道に設けられ、舞坂塾と新宿の間にある。浜名湖西岸の今切り口に面した標高約2メートルの低地に立地し、新宿に隣接し、浜名湖港に面していた。現在の静岡県湖西市荒井町新居に相当する。主要街道の石書建物は唯一現存する建物である。現在、 浜名湖の埋め立てのため、新居、赤書及び今、切り口周辺の地形が当時とは大きく変化している。新居石書は、新居石跡として、1921年に史跡に指定、1955年に国の特別史跡に指定された。隣接地に、新居石書資料館がある。 明王地震により消滅した浜名湖の陸地新居の地名の由来は、明王7年8月の地震津波以前の孤高の江図によると、あれの先に荒井の集落があり、前坂は当時前沢と呼ばれていた。浜名川の浜名橋に橋本があり、東海道が交差した港湾都市であった。鎌倉時代には、東海道の要衝として宿が置かれ、大永9年には、 足利義満により、橋本、天竜、大井、富士川、木瀬川は今川康則を奉行職として管理されていた。明王7年8月25日に明王地震が起こり、遠州な田沿岸は津波に襲われた。津波により浜名湖開口部が沈下し、今切れ口が決壊して、湖に海水が流入し、浜名湖は塩水湖となった。また、 明王地震により橋本は壊滅し、住民は今切れ新位地区に移転した。また、翌明王8年6月10日の暴風雨、大洪水によってここは破壊の度合いを増した。東東海国風力伝など、浜名湖周辺における津波を記した資料は、いずれも津波の日付を明王8年6月10日としている。さらに、学南など、正年月日に、 とうとう海国を津波が襲い、今切れはこの時に生じたとする資料も存在する。そのため、浜名湖の今、切り口を通過するための前坂新居間を結ぶ、都線の今切れの私が置かれた。新居石所の創設は、慶長5年と伝えられる。新居石所は、江戸幕府設置から慶長6年以前に設置した。新居付近は、幕僚となり、新居石所は、 幕府から派遣された新居奉行が管理した。元六十五年、三河吉田藩の藩主、久世茂之が、自由五万国のうち五千国を幕僚であった、新居付近と交換史跡書の管理が命ぜられ、以後今切れ跡書は、幕府直轄から吉田城主に移った。新居跡書は、現在よりも東の向島の地に建てられたが、元六十二年に、高潮被害のため西に,に移転した。 そのため、浜名湖を通過するための前坂新居間を結ぶ今切れの都線は約4キロメートル近い長い航路となっていた。法営4年には法営地震があり、静岡県西部の被害は大きく新居石所や、白須賀塾、袋井塾、掛川塾、島田塾、浜松塾などで倒壊と津波の被害を受けた。新居では法営地震の被害は、 個数665件の120件流出し、1畳ほどの津波が3回あり、石書跡形なしとの記事が残っている。新居石書の津波による被害は、関森と皆が防守記によると、五石書潰れ津波来ることだけばかりとの記録が残されている。地震、津波のため新居石書は建物が全壊し、流されたため、 翌宝永5年にさらに西の現在地に移転した。新居席所のさらなる移転により今切れの私の航路がさらに長くなり不便になった。新居席所は移転後も浜名湖のここに面し、船着き場も併設されていた。新居席所と浜名湖周辺の東海道、53時、名所杖、生に洗い、都州着岸五席所元六十二年に、高潮の被害、 法永四年法永地震、津波による、静岡県西部の今切れ関所や白須賀塾、袋井塾、掛川塾、島田塾、浜松塾などで、被害は大きかった。今切れ口の復興と今切れ関所の流出と移転によって、前坂塾と荒井塾を結ぶ航路であった。今切れの私が27町から1里の延長により、渡航が不便になったため、 東海道の利用を酒本坂道に回避した。その様子は、宝永七聖徳元年地震後の港口修復に関する書類にて伺うことができる。右港口ラングインを不審の儀さ、類都市自身津波につけ、港口航空まかりむかせい、オーライへ、波共有の二夫、五大名様その外往来ラ棒にサコシいたし、浜松吉田まで、宿、松室困窮、 右宿の者とも、ご抗義公願いで公二府、右のご不信費、青ぐつけ公、ご不信出来の不死、乱食い通り新居須崎百件余り、すで、その後マイマで図有の、当年まで二時八十件ほどのでずにまかりむかせえ、この分みなと口ふさかり総うろ都会情勢に、まかりむかせえこ虎正月十六日、東京大学地震研究所、四十六ページより、 法永7聖徳元年地震後の港口修復に関する書類法永地震から1年以上経過した後も東海道に利用者は戻らず復興もままならないことから法永6年3月に浜松塾をはじめ、舞坂、新居、白須賀、二川、吉田の六宿は公的旅行では東海道を利用する要嘆願書が出された。10年後の教法2年11月になり、 本坂道の通行左流となった。その後、明和元年に、幕府は本、坂道を道中武教の管轄とし、東海道の一定の大通行に耐えうる、付属街道に位置づけた、安政元年11月4日には、安政東海地震があり、新居、前坂は津波による被害を受けた。新居は関所が大破し、付近の家屋は10軒全壊し、31軒を半壊、破損し、 歴史者14人出した。新居石書は、翌安政2年12月に改築された。金星石書には、入り鉄砲に、で女を改める、意図のもとに設置された。新居石書の規定や検閲は、漢文7年、今切れ五石書改め次第の、女丼鉄砲を第一改めかさる行によると、検閲を14条の大抗にて、万人の禁止法や夜間通行。 海戦の検閲などが示され、東海道の通行だけでなく、今切れ港の検閲もした。長持ちも、検閲の対象とし、関東方面への通過、関西方面への通過に対し付助し、手をびと市街等の手形を調査した。入り鉄砲で女では、近世の石書に共通として、女人の通過が検閲の対象であった。しかし、武器、武の検閲については、 無条件で通過が許可される関所もあったが、鉄砲消門で考察が掲げられていたのは、新居関所だけであった。入り鉄砲の通関に、老中消門が必要であった。東海道に設置された今切れ関所では、漢文7年5月の関所考察、聖徳元年5月の考察で鉄砲を、関所で改める方針が示され、江戸へ入る下りの鉄砲は、 老中将門が必要とした。しかし、江戸から出る鉄砲は改めなかった。新居石書の建物は、法令4年の法令地震の被害による移転され、安政元年の安政東海地震の被害により、翌安政2年12月の改築になる、石書建物が現存している。母屋は南に正面を向いた平屋建てで、構造は入り母屋造り、屋根は本河原吹きである。 形状は東西に長く、前面が上の間、中の間、次の間に分かれ、奥には御所院館、御用田市場、常磐勝手台所があった。さらに、鞄勝手道休息所として、三河原武器の三棟が取り付いていた。今日では、御用田市場と常磐勝手台所の棟は失われており、それ以外にも部分的な改変の跡が確認されている。 新居席屋と新居席所は明治2年1月20日の席所廃止令で廃止されたが、その中心をなす面板書所の建物は小学校の校舎、また役場庁舎として1951年まで現役として地域で使用され続けてきた。箱根席所や小仏席所などでは建物が失われており、主要街道の席所建物としては唯一の依存例として、 極めて重要である。1921年3月3日、江戸時代の交通政策を考慮していく上でも、重要な遺跡であるとして、新居席跡,跡の名称で、国の史跡に指定され、1955年8月22日には、特別史跡の指定を受けた。1971年には、建物が解体修理された後、新居席所の当時を忍ぶ遺構として保存されている。 1998年12月、石書建物の西側にあった、船会所、女改め長屋、大門のあった箇所、及び東側、船付き場の一帯が一括して、追加指定を受けており、史跡のトータルな保存と活用が目指されている。2002年、超えず、発掘調査に基づきと戦場の一部を復元、護岸整備が行われた。2014年10月6日、 発掘調査によって、大井ご門や土類の遺構が出土した、真姿広場が、特別史跡に追加指定された。国指定文化財等、データベース、国宝、重要文化財史跡名称天然記念物、新居石跡,跡詳細解説文化庁閲覧日2016年11月11日。国指定文化財等、データベース、国宝、重要文化財史跡名称天然記念物、 新居席跡詳細解説文化庁閲覧日2016年11月11日。国指定文化財等、データベース、国宝、重要文化財史跡名称天然記念物、新居席跡詳細解説文化庁閲覧日2016年11月11日。やたとしふみの図にをもとに作成。久げ、あす正いの和歌の集体の寄稿文、藤歴ランキは、 冥王8年としている。多くの資料を検証した結果では、冥王地震発生の日付は、冥王7年8月25日とされている国、指定文化財等、データベース、国宝、重要文化財史跡名称天然記念物、新居石屋と詳細解説文化庁閲覧日2016年11月11日。渡辺によると、元禄十四年に移転したとある原文では、 横須賀塾とあったが、放映地震の被害を受けた静岡県西部の宿場町は白須賀塾であるため修正。静岡県のデータは内閣府1707放映地震報告書表2から1による。鳩によると個数665の内流出120という国指定文化財等データベース国宝重要文化財史跡名称天然記念物。 新居跡跡詳細解説文化庁閲覧日2016年11月11日。国指定文化財等データベース国宝重要文化財史跡名称天然記念物。新居跡跡詳細解説文化庁閲覧日2016年11月11日。新居席書。古才市観光振興協議会。2016年11月1日閲覧。 新居席所、古歳市観光振興協議会、2016年11月1日閲覧。和書 Web、ありがとうございます。